再三運動しているコマが重力で倒れない理由を、これよりの力を用いて解説してみたいと思います。以前別の動画で、回転運動の法則、DLDT イコール N、核、えー、運動量の時間変化率が力のモーメントである、という法則を使って、えー、説明しましたけども、えー これよりの力を使って説明するとどうなるかっていうのを考えてみました。まずは説明する内容を動画で確認してみたいと思います。 動画のコマは上から見て半時計回りに回転していましたね。この軸を水平に倒すと、再三運動も上から見て半時計回りでした。この再三運動の角速度をオメガとします。これよりの力を考える座標形ですけども、この再三運動の角速度オメガでコマの軸と一緒に回転する座標形を考えます。 つまり、コマの回転軸が静止して見える座標形です。でもう少し詳しく言うと、えー、これはコマが水平になっている状態ですけども、これはコマの軸で、コマの円盤が、この赤いのがコマの円盤を横から見てる図です。で、ここに軸受けがあるんですけども、えー、この軸受けを原点とします。 ここに軸受けがあって、ここで支えられてるんですが、ここが原点です。で、えー、この原点から延直上向きを Z 軸にとります。ってことは、XY 平面は水平ですけどもお、その X 軸をコマの向きの軸にとります。つまり、この軸と X 軸は重なっているわけですね。 えー、こちらの図は、この図を、この X の正の向きから原点の方向を見ています。こ,れまあ、こっちから原点の方向を見ているわけですね。で、ここが、ここにコマの軸受けがあって、まあ、軸は真正面から見ているわけです。で、こちらから見ると、これはもともとコマを上から見ている向きですけども、コマはこういうふうに反時計回りに回転しているので、 こちらから見ると、コマの回転の向きっていうのは、まあ、この図でも半時計回りです。で、コマに働いている力を考えてみますけども、まず重力が働いています。コマの質量をラージ m とすると、コマにはラージ mg の重力が作用していますね。 これはどこに作用するかっていうと、まあ、コマの重心。まあ、この場合は中心と考えていいですけども、コマの中心に重力、ラージ MG が作用していると。軸受けからも力を受けています。同じ大きさで上向きの力を受けています。実際に作用している力はこの2つです。えー、これだけ見ると、 ま大きさはあ同じで向きが逆向きなんですけども作用線が違いますね重力はここに作用して下向きですし時空、えー、からの力はここに作用して上向きですつまりこの2つしか力を考えないとコマは、えーまあ、こんなふうに倒れていきますで倒れないのはなぜかっていうことですよね倒れないのをこれよりの力で説明するっていうわけです 今考えている座標形は回転座標形ですので、完成形では、完成形ではありません。で、回転座標形において、運動している物体には、これよりの力が働きます。軸はこの座標形で静止していますけども、円盤はこの座標形で回転していますね。つまり動いています。ですので、この円盤にはこれよりの力が作用します。 でこのコリオリの力、円盤に作用するコリオリの力をこれから考えていくんですが、えー、このコリ円盤全体を考えると難しいので、えー、その代表点4つを考えてみます。この4つの点、この4つの部分に作用するコリオリの力を考えてみようというわけです。えー、コリオリの力、 ですけども、このコリュールの力 F はどのように表現できるかっていうと、2MV クロスオメガです。この M は、まあ今この部分を考えているんだら、この部分の質量です。M は質量。V はあ速度。まあこの回転座標形における速度です。円盤は、まあこんな風に回転しているんですから、例えばこの部分を考えると、 えー、この速度 V っていうのは右向きっていうか Y 軸方向に線の向きですね、うん。このオメガは少し分かりにくいベクトルですけども、まず大きさは回転座標形の角速度です。まあ、つまりもともとコマの元々、もともとっていうか、まああのー、完成形から見ていたときの再三コマの再三運動の角速度です。 その角速度で一緒に回転している回転座標形を考えているんですけど、まあ、その回転座標形の角速度はもともとのコマの再三運動の角速度ですよね。だから、オメガっていうのは、えー、この回転座標形の角速度です。大きさは。で、えー、向きですけども、方向は回転軸です。 z 軸の周りに回転してますね。ですからあ、方向は z 軸なんですけども、じゃあ下向きか上向きかっていうと、えー、これは回転の向きに右ネジを曲がすと、ネジの進む向きです。今回転はあこんな風に回転しているので、えー、っと、その回転の向きに右ネジを曲がすと、右ネジは上に進んでいきます。つまり、延直上向き。 Z 軸に、Z 軸の正の向きですね。この向きで大きさが、えっと、再三運動の角速度、まあ、回転座標形の角速度。これがオメガです。えー、このかけるの記号ですけども、これはあベクトル積です。えー、っと外積ですね。 ではあ、この4つの部分に作用するこれよりの力を考えてみます。まず、この部分とこの部分ですけども、えー、この部分とこの部分は V とオメガが平行です。オメガは円直上向きで、ここは円直下向き、ここは円直上向きですね。ベクトル積は同じ向き、っていうか平行だと0です。 つまり、えー、この部分とこの部分には、コリオリの力は働きません。F イコール0です。コリの力ゼ0です。この部分とこの部分は働きます。えー、v は今、今、えー、コマはこんな風に回転しているんですから、こっち向きですね。えー、オメガは、延直上向きです、えー。V クロスオメガはどうなるかっていうと、 V クロス、んこっちからやりますか。こっちからやると、V クロスオメガですから、V からオメガに右、V の矢印の先端からオメガの矢印の先端に右ネジを回したときに、右ネジの数向きですから、V クロスオメガの向きは、この図では、手前から奥です。つまり、X 軸の負の向きですね。 こちらは、えー、と、V、V の先端からオメガの先端に右ネジを回したときに右ネジの巣向きですから、えー、画面の奥から手前です。えー、これをこちらの図で書くとどうなるかっていうと、えー、ここの部分は、まあ、Y 軸方向の、X 軸方向の負の向きですね。ですからこちら向きです。 えこ,この部分は X 軸の正の向きですから、こちら向きです。つまり、えー、この円盤に作用するコり折りの力っていうのは、まあ、偶力なんですけども、ちょうどこの軸を、が倒れようとする、この軸上からの力と重力の、重力の、この、 倒そうとする力のモーメントと、ちょうど逆向きですね。逆向き。倒れないようとす。倒れないようにする向きです。このコリオリの力で、えー、倒れようとする力を防いでいるわけです。えー、ですので、まあ、コマのこの上半分ですね。今この代表点を取りましたけども、このコマの上半分の部分には、コリオリの力が、あこっち向き、 に働いていてるとコマの下半分はコ、えー、リオリの力が、まあ、こっち向きに働いていると。このコリオリの力によって、えー、倒,る倒,れす倒れるコマを倒れようとするこの重力と軸上からの偶力と釣り合っているわけですね。まあ、これがコリオリの力を使った <coughs> 軸が倒れない理由の説明になります。